中日高橋宏斗投手22が最優秀防御率のタイトル奪取に向けて29日の広島戦マツダスタジアムに登板する見込みとなった。タイトルは意識していない、シーズン終わってみて取れたらラッキーみたいな感覚なのでと話してきた右腕だが、シーズン規定投球回まであと2回3分の1最小失点で乗り切れば当確ランプが点灯するだけに、次回登板は規定投球回クリアを第一目標にマウンドに上がることになりそうだ。現在の防御率は 1.28、 2位の阪神才木 1.61、 3位巨人菅野 1.70 に大きな差をつけている。両投手が仮22回を自責点0で抑えても 1.50 台までしか評価しないだけに、規定投球回クリアして大量失点しない限り初タイトルは確実な情勢だ。立浪和義監督55はピッチングコーチとも相談しながら万全にやっていきたいと話すなど、今回も体調なども考慮した上で中10日と時間を空けて万全の状態で送り出すことになった。今日の巨人戦に投げろよって阪神ファンは思ってるやろうな。まあ規定クリアしたら降板すると思うけど、巨人戦を回帰してカープに投げるか阪神ファンに恨まれそうだな。8個も貯金差し上げたし、甲子園では全試合気持ちよく観戦いただいたやん。東京ドーム回避、巨人戦で勝負してほしかった。巨人戦回避する弱気な姿勢が今年1年のドラゴンズを象徴してる。中日は最下位になる可能性が十分にあるわけだが、チームの勝利より高橋のタイトルを取るということか。今季の戦意が喪失した広島にとっては高橋ひろとは高すぎる壁やね。巨人菅野とは勝利数が2勝の差があるので、あと2試合投げて勝ち投手の権利を2つ取れれば、運が良ければ最多勝利に並べる。菅野に関わらず、週末のカープ戦で規定投球回クリアーと防御率のタイトルを確定できれば来週は登板しないと思う。間違いなく球界でも最上位の存在。メジャーはいつかねー。 WBC の時から目をつけられてるからねー。